ステップハサップ、食品衛生管理ファイル作成編前編。本編では食品衛生管理ファイル、調理以外の衛生管理について説明し、一緒にマニュアルを作成していきます。準備するものは食品衛生管理ファイル筆記用具です。食品衛生管理ファイルは保健所窓口での受け取り、もしくはホームページからダウンロードできます。まず食品衛生管理ファイルについて説明します。管理ファイルをお手元にご用意ください。管理ファイルは計画表とカレンダー方式の記録表の2種類で構成されています。計画表は一度作成すれば、その後は修正しながら使用できます。記録表は毎日計画通りに実施できたか記録するものです。さて、計画表を作成するにあたって、普段行っている作業の流れを振り返ってみましょう。まず原材料を仕入れ、調理従事者が身支度を整え、調理し出来上がった料理を提供して片付けをします。この普段行っている作業をマニュアル化することが衛生管理計画の作成になります。そしてこの流れを一般衛生管理と重要管理に分けます。本編では調理以外の衛生管理の一般衛生管理について説明します。重要管理については作成編の後編をご覧ください。次に調理以外の衛生管理について説明します。調理以外の作業手順のことを一般衛生管理と言います。この一般衛生管理を原材料の受け入れ確認、冷蔵庫等の温度確認、黄砂二次汚染の防止、器具等の洗浄消毒、トイレの洗浄消毒、従業員の健康管理、衛生的な手洗いの実施の7項目に分けます。これらの項目について、いつどのように行うか、問題がある場合はどうするかを決めてマニュアル化します。いよいよ一般衛生管理のマニュアルを作成します。今回は墨田区で飲食店を営んでいる墨田子くんと一緒に衛生管理計画を作成します。食品衛生管理ファイルの4ページから5ページを開いてください。まず原材料の受け入れ確認の方法です。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。有害な微生物が増殖している原材料で調理すると食中毒の危険性があるためです。腐敗していないか、包装が破れていないか、消費期限が過ぎていないか、保存方法が守られているかを確認しましょう。墨田子くんのお店では原材料の受け入れ確認をいつ、どのように行い、問題がある場合はどうするのかを確認してみましょう。お店に原材料が届きました。原材料の確認を届いた際に行っているようです。墨田子くんは品を測定してますね。悪くなっている原材料があったので返品したようです。衛生管理ファイル4ページ目の1の管理項目、原材料の受け入れ確認を見てください。今回墨田子くんが行っていた作業内容をチェックしてみます。原材料の受け入れ確認を行うのは原材料の納入時。どのように行うかは外観等を確認をチェックし、その他に品温を赤外線温度計で測定を追記します。問題がある場合は返品するをチェックします。原材料受け入れの際は冷蔵冷凍品は室温で放置しないようにしましょう。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。次は冷蔵冷凍庫の温度確認です。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。
温度管理が悪かった場合、有害な微生物が増殖したり、食品の品質が劣化する可能性があるため、管理が必要です。実際に住田子くんのお店でどのように冷蔵庫を管理しているか、いつどのように問題がある場合はに注意して見てみましょう。住田子くんは始業前と就業後に2回温度を確認するようですね。冷蔵庫が故障してしまった際は修理を依頼して食材をチェックするようですね。4ページ目の2の管理項目、冷蔵冷凍庫内の温度の確認を見てください。今回住田子くんが行っていた作業内容をチェックします。冷蔵庫の温度確認を行うのは始業前、就業後の2回。どのように行うかは温度計で庫内温度を確認するにチェック、冷蔵庫に問題が生じた場合は修理を依頼する、食材の状態を確認するをチェックします。冷蔵庫を使用する際は冷蔵庫に食材を詰めすぎず、定期的に食材の期限表示を確認しましょう。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。次は交差汚染、二次汚染の防止についてです。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。保管や調理の際に生肉や鮮魚介類などから他の食品へ有害な微生物の汚染が広がる可能性があるため、管理が必要です。実際に住田子くんのお店でどのように交差汚染、二次汚染の防止対策をしているか見てみましょう。住田子くんはまな板、包丁を使い分けて、肉と魚を処理した器具類は使用の都度洗浄消毒するようです。加熱せずに提供するサラダやフルーツなどは肉と魚を処理する前に調理しているようです。冷蔵庫も原材料によって保管する場所を決めてしっかり使い分けていますね。住田子くんは肉は冷蔵庫の下の段にしまっているようですよ。問題があった場合の対応方法は、汚れを見つけたらその場で洗浄消毒して、肉汁がサラダに付着するなどそのまま食べる食材を汚染してしまった場合は廃棄するようです。4ページ目の3の管理項目、交差汚染や二次汚染の防止を見てください。今回住田子くんが行っていた作業内容をチェックします。交差汚染や二次汚染の防止を行うのは作業中。どのように行うかは、器具類などの用途別使用を確認する、生肉などを扱った場合は洗浄し消毒する、冷蔵庫内の区分を確認するをチェックし、その他で加熱せずに提供する食材は肉、魚の処理前に調理するを追記します。交差汚染や二次汚染が起きてしまった場合は、器具などの洗浄消毒実施、汚染された食材は廃棄等をチェックします。ここでのポイントは、まな板、包丁は肉、魚、野菜で使い分けること。加熱せずに提供する食品を最初に調理すること。生肉、生魚はしっかり包装し、他の食品を汚染しないように保存することです。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。次は器具などの洗浄消毒についてです。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。汚れが残っていると器具類を介して他の食品に有害な微生物の汚染が広がる可能性があるため、管理が必要です。実際に住田子くんのお店でどのように器具の洗浄消毒を管理しているか見てみましょう。住田子くんは使用した後に使用した器具を洗浄消毒し、作業終了後はまな板、包丁を殺菌庫で保管して、
作業中に汚れを発見したらすぐに洗浄消毒をするようです。4ページ目の4の管理項目、器具などの洗浄消毒を見てください。今回墨田子くんが行っていた作業内容をチェックします。器具などの洗浄消毒を行うのは使用後、どのように行うかは、使用した器具などは洗浄消毒するをチェックし、その他で全ての作業後は包丁まな板を殺菌庫に保管するを追記します。汚れが残っていた場合は再度洗浄を行うをチェックします。洗浄消毒する際は消毒液を有効な濃度で使用し、洗剤や消毒液は使用済みのペットボトルなどではない専用の容器に保管しましょう。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。次はトイレの洗浄消毒についてです。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。トイレは汚染度が高い場所であり、手指や作業着が汚染される可能性があるため管理が必要です。実際に墨田子くんのお店でどのようにトイレの洗浄消毒を管理しているか見てみましょう。墨田子くんのお店では就業後、専用のエプロン、手袋を着用して調理担当以外が便座、ドアノブなどを洗浄消毒するようです。トイレが汚れていた場合は再度洗浄消毒します。4ページ目の5の管理項目、トイレの洗浄消毒を見てください。今回墨田子くんが行っていた作業内容をチェックします。トイレの洗浄消毒を行うのは就業後をチェックします。どのように行うかは、トイレ専用の作業着等を着用し洗浄消毒する、便座、ドアノブなどを消毒するをチェックし、その他で調理担当以外が行うを追記します。トイレが汚れていた場合は洗浄消毒するにチェックします。トイレの洗浄消毒をする際は、水洗レバーやドアノブ以外にもよく人が触る場所があれば忘れずに洗浄消毒し、清掃した人から汚染が広がらないように注意しましょう。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。次は従業員の健康管理、作業着着用についてです。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。調理従事者が下痢をしていると手指などを介して食中毒が発生する危険性があるため、手指の切り傷や汚れた作業着により食品が有害な微生物に汚染される可能性があるため、装飾品の外し忘れは異物混入や不十分な手洗いの原因になる可能性があるため管理が必要です。実際に墨田子くんのお店でどのように従業員の健康管理や作業着について管理しているのか見てみましょう。墨田子くんは始業前に従業員の体調不良、手指の傷、作業着の汚れなどを確認し、粘着ローラーで汚れを取るようです。体調不良になった場合は医療機関を受診し、手指に傷があった場合はビニール手袋を着用します。作業着が汚れていた場合は清潔な作業着に交換します。4ページ目の6の管理項目、従業員の健康管理、作業着着用を見てください。今回墨田子くんが行っていた作業内容をチェックします。従業員の健康管理、作業着着用の確認を行うのは始業前をチェックします。どのように行うかは、従業員の体調を確認する、手の傷を確認する、作業着などを確認するをチェックし、その他で作業着の汚れを粘着ローラーで落とすを追記します。
問題があった場合は医療機関で受診し、食品に触れる作業をしない、傷を保護した後ビニール手袋を着用する、清潔な作業着に交換するにチェックします。ここでのポイントは、自分が食品を汚染する可能性があることを従業員一人一人が意識することです。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。最後に衛生的な手洗いについてです。なぜこの作業工程が必要なのか考えてみましょう。手には目に見えない有害な微生物が付着していることがあり、食品を汚染する可能性があるため管理が必要です。実際に住田子くんのお店でどのように衛生的な手洗いについて管理しているか見てみましょう。住田子くんは様々なタイミングで手洗いを行い、特に手が汚れていると考えられる際は二度洗いを実施するようです。4ページ目の7の管理項目、衛生的な手洗いを見てください。今回住田子くんが行っていた作業内容をチェックします。衛生的な手洗いを行うのは、トイレの後、調理室に入る前、盛り付けの前、作業内容変更時、生肉、生魚を扱った後、金銭を触った後、清掃を行った後をチェックします。どのように行うかは、専用の手洗い設備で衛生的な手洗いを実施するにチェックし、その他でトイレの後、生肉、生魚を触った後は手洗いを2回繰り返すを追記します。問題があった場合は再度十分な手洗いを実施するにチェックします。ここでのポイントは、手袋の着用前にも必ず手を洗うこと、正しいタイミングと方法で手を洗うことです。住田子の手洗い動画も参考にしてください。動画を止めて自分のお店の計画を立ててみましょう。1から7のチェックが全部つけば一般衛生管理の完成です。営業状態に合わせて7の下にネズミ・昆虫対策等の項目も追加するとより良くなります。一般衛生管理計画の作成はここまでです。重要管理の作成は作成編・後編をご覧ください。